そうですね。この木の丸棒は直径が10ミリの丸棒ですね。木の丸棒です。長さは30センチですかね。これアマゾンで買いました。これがね10本入りで700円ちょっとぐらいだったと思います。ちょっと失敗しました。最初にドリルでこの穴開けたんですけれども、ドリルの刃は私、10ミリだと思ってたら、直径がね11ミリちょっとあったんですよ。それで、この丸棒が10ミリなんでこれ入れてもねスカスカなんですよ。それでこのプラモデルでいつも使っているパテなんですけども、これを隙間にですね充填したいと思います。これを隙間にですね後で平らにしたいと思います。ウレタンニスを塗ります。やっと塗装ですね。